サクラメント大都市圏はアメリカ合衆国カリフォルニア州北部のいくつかの都市圏と7軍よびネバダ州西部の1軍で構成される広域都市圏である。カリフォルニア州の7軍はサクラメント軍、ヨロ軍、エルドラド軍、プレーサー軍、サッター軍、ユバ軍、ネバダ軍であり、ネバダ州の軍はダグラス軍である。サクラメント市がアメリカ合衆国の中でもはっきりとした 大都心として浮上し、近接するサンフランシスコベエリアに通勤する者にとって、住宅価格が比較的低いことで、国内でも最も人口成長速度の高い地域の一つになってきた。2000年国勢調査による人口は193万857人だったが、 2010年国勢調査では246万1780人となり、過去10年間で人口が27%以上成長した。カリフォルニア州内では第3位、全米では第18位の広域都市圏となっている。サクラメント大都市圏はカリフォルニア州のセントラルバレーとシエラネバダ山脈、及びネバダ州西部の小地域に入っている。その中心は、 サクラメント市であり、国内で最も大きな富があり、人口も最大、アメリカ合衆国会員に最大数の議員を送るカリフォルニア州の政治的、中心、州都の所在地、カリフォルニア州最高裁判所の2番目の所在地であり、最初の大陸横断鉄道ができた時は、西の終着駅だった。北、アメリカでは、最大の山中の湖である他他他や多くのスキー場、 リゾート地など自然の景観を誇る場所も含まれている。また世界でも最大級に重要な農業地帯もある。都市圏東部の群はゴールドカントリーとも呼ばれカリフォルニアゴールドラッシュが起こった場所である。サクラメント大都市圏はサクラメントアーデンアーケドローズビル都市圏、ユバサッター地域及びトラッキーとガードナービルランチョスの各小都市圏で構成されている。 夏季の群が含まれている。カリフォルニア州会議事堂スコーバレー、1960年冬季オリンピックの開催地ネバダ州、ステートライン、タホ湖岸にある重要なリゾート地サクラメント川デルタに、あるイリエサクラメント大都市圏は、州内の2つの重要な地域、すなわちセントラルバレーとシエラネバダ山脈に、またがっており、サンフランシスコ米エリア、 東部及びアップステートの3つの地域とは文化的な影響を受けている。地域内でサクラメント大都市圏という一体感がある中で、ヨロ軍やサクラメント軍はサンフランシスコ米エリアの影響も強く受けている。湯ばさった地域はアップステートの影響を受け、東側の軍は東部の影響を受けている。サクラメント大都市圏として形作られる現象がマスト、 サクラメント市とその都市圏が拡張を続けているので、都市スプロール現象も拡大している。成長の大きな原因の一つは、サンフランシスコ米エリアの高い生活費であり、ヨロ軍やサクラメント軍から通勤する者が増えている。また、サクラメント市が成長して、その生活費も上がると、さらに周辺の軍部から通勤する者が、また増加している。地方や、州の政府は、 森林や未開発空間の破壊を防止することに努め、サクラメントがロサンゼルス大都市圏のようなスプロール危機に直面する前に拡大を抑制しようとしている。サクラメント大都市圏の中でサクラメント市が最大の都市であり、人口は47万人に近く、カリフォルニア州内で第6位、全米で第35位となっている。百七十九年以来州都であり、 州の歴史の中で重要な役割を果たしてきた。金がコロマのサッターズミル近くで発見された時、サンフランシスコからシエラネバダ山脈の近郊ハラに向かう移民によって、サクラメントは急成長する街になった。サンフランシスコのように、北カリフォルニアにおける金融や文化の中心にはならなかったが、最初の大陸横断鉄道ができた後、サクラメント市は北。 カリフォルニアだけでなく西海岸の交通では最大の中心地となった。今日のサクラメント市は北アメリカでも最大の鉄道中継点であり続け、その鉄道駅は国内でも最大級に利用客数が多い。2002年の雑誌タイムはサクラメント市をアメリカで最も多様で統合された都市であると認める記事を載せた。州政府と連邦政府による雇用が 市内最大の雇用量を維持しており、市政委員会は、州の機関が市外に出ていかないようかなりの努力をしている。サクラメント郡内のサクラメント市以外の部分は外して、ヨロ郡はベッドタウンとして機能しており、その労働人口の大半は、サンフランシスコ米エリアかサクラメント市に通勤しているが、ここにはカリフォルニア大学デービス校がある。これは、 カリフォルニア大学システムの中、エルドラド軍とプレイサー軍がサクラメント大都市圏の中核部に属しており、またシエラネバダ山脈の麓丘陵部と山岳部が入っている。両軍の西部はサクラメント市のベッドタウンであり、東部は他歩行に接し、多くのスキー場があるほか、サウスレイクタホのような町はヘブンディーサンリゾートの中にあって、 冬はもちろん夏のキャンプやリゾート地として人気がある。プレーサー軍は金だけでなくその他の鉱物や花崗岩の重要な工業地帯だった。また、軍内の町スコーバレーは1960年、東京オリンピックの開催地であり、現在までカリフォルニア州と西海岸では唯一東京オリンピックを開催した町であり、またオリンピックを開催した町として最小でもある。 湯バサッター地域は湯バ郡とサッター軍で構成され、主に農業地帯だが南部は郊外地の性格が強い。湯シティには世界最大のドライフルーツ加工工場を所有するサンスウィートクロワーズ社がある。ネバダ軍はエルドラド軍やプレーサー軍と同様に他保護に接しており、ボリアルサンリゾートなど多くのスキー場があるが、両軍よりも田園的性格が強く、 重要な工業地帯でもある。軍内にはドナー記念州立公園がある。ここは1846年から1847年にかけてカリフォルニアを目指していたドナー隊がお粗末な装備のせいもあって冬の嵐に閉じ込められて不幸な結果になった場所である。ダグラス軍はサクラメント大都市圏の中にある唯一のネバダ州の軍であり。 カリフォルニア州内の大都市圏に入っているカリフォルニア州に属さない唯一の軍でもある。ダグラス軍をサクラメント大都市圏に加えたのは大都市圏がその域を超えて成長した最近のことであり、ネバダ州西部の軍部はサクラメント市とカリフォルニア州及びその文化の影響を強く受け続けている。ネバダ州西部が全自カリフォルニア化していることは北カリフォルニアの拡張する。 メガロポリス理論によるものである。これは、ロサンゼルス大都市圏からサクラメント大都市圏にまで広がり、サンフランシスコベエリアとフレズノ都市圏を含むメガロポリスの一部であると考えられ、ニューヨーク市、フィラデルフィア市及びワシントン DC を含む北東部メガロポリスと類似した都市概念である。ダグラス郡には他保護のリゾート地やカジノがあり、 サクラメント市やリーノッシの郊外周辺部でもある。サクラメント大都市圏の西半分は国内で最も重要な農業地帯の一つであるセントラルバレーに入っている。シエラネーバダ山脈とその麓丘陵部が東半分となっている。ヨログンには大規模な洪水制御地がある。サクラメント側とアメリカン側が主要河川であり、サクラメント側、デルタを抜ける水路によって サンフランシスコ湾につながる水深の深い港を作っている。新葉樹と多くの多い森林がシエラネーバダ山脈やタホコ地域にある。サクラメント市とそのバレーは地中海性気候にあり、降水量がそこそこある地域から多い地域まである。冬と乾燥した夏が特徴である。雨季は外して10月から4月までである。夏の暑さはサンフランシスコ湾から サクラメント三ホアキン川、デルタを抜けて吹いてくる、デルタブリーズと呼ばれる海風で和らげられることが多い。地域全体共通で1月が最も寒い月であり、他保護では日中の平均最高気温が下肢41.0度、夜間の平均最低気温が下肢15.1度となる。サクラメント大都市圏の東部では温度変化が大きく、8月の下肢90度もあれば、冬季には、 氷点下になる。標高の高い地域では氷点になることが毎月のように記録される。サクラメント市などバレーの標高が低い地域の冬は氷点下になることがよくあるが、降雪は稀であり、地表に達した時に溶けてしまうのが通常である。標高の高い地域では冬季に吹雪が起こりやすい。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 週間高速道路85線、当期のネバダ宗教近くサクラメント大都市圏は、サンフランシスコベエリアとネバダ宗教との中間にあるために北カリフォルニアで交通の重要点となっている。ロサンゼルス大都市圏やサンフランシスコベエリアのような大都市圏と比べて広範な公共輸送機関がないが、その歴史の初期には大量輸送機関が発達し、 また高速道路網も発達している。地域には多くの高規格道路が走っている。5つの高規格道路がキャピタルシティコリダーに集まり、サクラメント市中心街に直接行くことができる。主要高速道路は、週刊高速道路80号線、道後号線、アメリカ国道50号線及びカリフォルニア州道99号線であり、それぞれ多保地域北部、 道南部及びバレーに通じ、週刊高速道路85線産業道路とともに、キャピタルシティコリダーを形成している。サクラメント市中心街の外では、各地域に通じる主要道が一本ずつあり、また小さな集道もある。サクラメント大都市圏の高速道路と高規格道路は、次の通りである。サクラメント市は、ミシシッピ川より西では、最大の鉄道中継点であり、 最初の大陸横断鉄道では、オークランドに延伸されるまで西の終着駅だった。サクラメント駅は、オールドサクラメント近くにあって、地域最大の駅であり、アムトラックのコーストスターライト、カリフォルニアゼファー、サンホアキン、キャピトルコリドおよびスルーウェイモータコーチの各路線が通っている。アムトラックの停車駅としては、サクラメントの他にデイビス、ローズビル、ロックリン、オーバーン、 コルファクス及びトラッキーにある。市内交通では、サクトが運行する、ブルーライン、ゴールドライン、グリーンラインを合わせた、全長38.6マイルのライトレール3線が、サクラメント市と郊外市を結んでいる。地域の主要空港は、サクラメント市中心街北にある、サクラメント国際空港である。他にサクラメントマザー空港。 サクラメントエグゼクティブ空港及び民伝多保空港が一般用途に供している。リノジにあるリノ多ホ国際空港はサクラメント国際空港よりも多コへのアクセスが良い。国内国外の広い範囲の目的地に行くにはサンフランシスコ国際空港に行く必要がある。サンフランシスコ国際空港は北カリフォルニアでは最大国内第10位の空港である。 サクラメント大都市圏には地域とリノやサンフランシスコベエリアとをつなぐ広範なバス運行体系がある。サクラメント地域交通地区がサクラメント郡内で、ヨロバスが郡内でバス便を運行し、サクラメント市中心街とベエリアの空の郡北部ともつないでいる。エルドラド軍交通はエルドラド軍とサクラメント市中心街及びその西側郊外をつないでいる。 プレイサー郡交通とローズビル交通はサクラメント市との接続便を運行している。ユバサッター交通はユバサッター地域内のバス便と終日のサクラメント市、中心街直行便を運行している。ゴールドカントリーステージとタホ地域急行はネバダ郡内のバス便を運行し、オーバーンを経てサクラメント市への接続便も運行している。グレーハウンドとアムトラックは サクラメント大都市圏に至る長距離バスを運行している。サクラメント州立図書館地域内には広範な高等教育があり、カリフォルニア大学システムの中では最北のデイビス校があり、他にもコミュニティカレッジがいくつかある。サクラメント大都市圏はカリフォルニア州都があることに加えて政治的に競合のある地域であり、地域全体で過半数を制する主要政党はない。 ヨロ軍とサクラメント軍は民主党の強い地盤である海岸部に属するサンフランシスコ米エリアに近いために最近の2008年アメリカ合衆国大統領選挙でも民主党が過半数を制したように民主党多数派の地域になっている。エルドラド軍、プレーサー軍、ユバ軍、サッター軍及びダグラス軍は共和党が強いのに対しネバダ軍は 歴史的に共和党候補者が強かったにもかかわらず、大都市圏の二大政党間の競合状況を反映しており、また2008年の大統領選挙では民主党が過半数を取った。アルコアリーナ、サクラメント大都市圏で唯一のプロスポーツチームサクラメントキングスの本拠地、スコーバレーオリンピックの表示北米四大プロスポーツリーグの中で、サクラメント大都市圏に本拠地を置くのは、 サクラメント市のアルコアリーナを本拠地とする NBA のサクラメントキングスのみである。姉妹チームのワンバ・サクラメント・モナークスもアルコアリーナを本拠地としていたが、そのオーナーがチームの所有を諦め、サンフランシスコあるいはオークランドへの移転が失敗した後にチームを畳んだ時までワンバの中でも成績の良いチームだった。サクラメント大都市圏にあるスコーバレーはカリフォルニア州と 西海岸では唯一冬季オリンピックを開催した街であり、ロサンゼルス市以外のカリフォルニア州で唯一オリンピックを開催した場所である。ありがとうございます。